こんにちは、みこ的人材育成ライフコーチのみこです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。前回は映画のコーヒーが冷めないうちにですねの、映画を見て、それの感想だったりとか、そこから気づいたことっていうところについて皆様にお伝えさせていただきました。過去と他人は変えられないっていうけど、過去は実際には変えられるんじゃないかっていうお話ですね。ぜひすごく気づきがあった映画だったので、よかったら皆さんも見ていただきたいですし、私のその動画をも YouTube もぜひ見てください。はい、では今日はですね、伝えることしてますか皆さんについて深くこう考えていきたいなっていう。伝えるってなんか意外と難しいっていうことをすごく最近感じていて、どうですか皆さん。大切な人に、ご家族に、お友達に自分から連絡できる方ですか？こまめに連絡取ってますか？これまあ得意な方とね、そうじゃない方とすごい分かれるのかなっていうのも思うんですけども、結構伝えるってすごく奥深くてですね、こう一個のなんかその言動とか行動とかでいろんなところまで想像してしまって、結局そのなんか伝えられずにずっとそのままとかになっていることって結構あるのかなって思うんですね。例えばそのおばあちゃん元気にしてるかなって思っても電話をしないとか、お父さん仕事忙しくないかな、体調崩してないかな、大丈夫かな、無理してないかなって思ってるんですよ。だけど会いに行ってで、そのことを話したりとかしないとか結構ないですか？例えば会いに行っても そこが気になってるのに、なんか全然違う話しちゃうとかもあると思うんですよ。あとは、兄弟とかもそうかもしれないですね。なんかこう本当はなんか心で思っていることがあっても、それを口に出してやっぱり言えなかったりとか、本当はもっとこうしてほしいって思ってるのに、なんかそれを言えなかったりとか結構ありませんか？なんかこれを伝えることで相手のことを傷つけてしまわないかっていうのもあると思うんですよ。一つ言えないなんか心理として、相手を傷つけてしまうんじゃないかっていうところと、これ言ったら相手にどう思われるんだろうっていうところと、あともう一個何だと思いますか？気にしてるところって、自分が伝えたいのにうまく伝えられない時の本当のこの心理状態っていうか、わかりますよね。これはなんか相手に傷つけたらどうしよう、それで別に傷つけたいとかわけじゃないのに、言うことによって傷つけたらどうしよう、で相手にどう思われるかなっていう、どうもこんな風に思われたらどうしよう、あとは自分が傷つきたくないんですよね。それによって3つ目は、相手が傷ついたら自分も傷つくじゃないですか。自分が傷つけたって思いますし、で相手にこう思う、そう思ってほしくないように思われてしまったら、やっぱり自分って相手にとってそういう存在だったんだっていうのが確定しちゃうような感じがして言うの怖くないですか？そう、結局は自分のことを守るために伝えないで終わってしまうってことが多いと思います。でもよく考えてみてほしいんですよ。それをしてもし本当に伝えられないまま終わってしまったら、どっち後悔しますかね？ああ、そこで一言かけておけば状況は変わったのかなとか、ねえ、何かが起きてからではやっぱり遅いんですよ。
昨日も言いましたけど、コーヒーは冷めないうちに の、 その映画の中にも言われてるんですけども、起きてしまったことは変えられないって言ったんですよ。もう絶対にそのそれが起きるってことは、起きてしまったらもう今の現在で、もう起きてしまったら過去に戻っても、この起きるってことは絶対に変えられないっていうふうに言ってるんですよ。だからその起きることは変えられないとしたら、今それをちゃんと伝えておけば、まだ起きてないことだったら防げる可能性もありますよね。もう過去のことは変えられないんですけども、これから未来に起こることっていうのは自分次第で変えられるわけですよ。っていうふうに考えたら、あそこで伝えておけばよかったとか、こまめに連絡取っておけばよかったとか、ね、本当の自分の気持ちちゃんと伝えておけばよかったとか、心の中にただしまっておくんじゃなくて、ちゃんとそれをね、共有して分かち合っておけばよかったとか、その場ではね、その相手を傷つけたりとか、相手にどう思われるかとか、自分が傷つくのが嫌で避けて通ってきてしまってるだと思うんですよ。だけどそうじゃなくて、本当に後悔しない選択は伝えるっていうことだと思うんですよね。ちゃんと自分の思いをし、本当に愛を持って相手に伝えていけば、必ず気持ちは伝わりますし、思いは伝わります。それが本当に愛から来るものであれば、なんかそのただ思ったことを伝えるって言っても、なんか悪口とか、なんか愚痴とか、なんかそう批判みたいなとこだったら全くもってね伝わりませんけど、ね、相手をただ傷つけて終わり、自分も傷つくしね、しかもだけど、それがなんかそのお互いの関係をもっと良くするためだったりとか、相手のことをもっと良くするためだったりとか、お互いに幸せになるためにだったら話は全然違いますし、絶対伝えた方がいいです。そう言ってもなかなかね難しいこともあるんですよ。電話一本なのに電話かけないで終わってしまうとかって結構ありがちな日常なのかなっていうふうに思うんですけども、そこを一歩こうね電話して話す時間を作ったりとか、なかなか会えてない家族だったりとかしたら、やっぱり1日に1回とは言わないんで、1週間に1回ね、電話する時間だったりとか、電話をかけてあげるだったりとか、その母の日とか父の日とか誕生日とかにはしっかりこう手紙も添えてプレゼントも送るだったりとか、ね、言葉で伝えるのがすごく難しかったら手紙に書くでもいいと思うんですよ。それでもすっごい嬉しいと思いますし、なかなか会えてなかったら特にそれでもいいと思いますし、まあ、会ってる中であったとしても、手紙ね、たまにはそういうイベントの時とか誕生日の時とかを書いてあげるとかでもすごくいいんじゃないかなって思いますし、本当にあの気持ちを伝えるってことはすごく本当に大事なことで、伝えないと本当に後悔するんで、後悔する前にというか、伝えておくってことをするだけで全然本当に気持ちも違いますし、すごくよりなんか豊かなこう愛のある人生っていうのをお互いにとって作っていけるような、そういう行動だと思うんですよね、伝えるっていうことって。なのでそのね、話すのとか自分の気持ち伝えるのとかって、特に私たちすごく苦手なのかなって、日本人、私たち日本人苦手なのかなって思うんですけども、だからそこをね、ぜひ自分のその本当のなんだろう、こう気持ちをこう愛を持って相手のために、自分のために伝えていくっていうことを、なんかぜひ私もそうなんですけども、たくさんしていける今、そして今後になっていくと、もっともっと幸せになれるかなと思っています。
では今日は以上です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。では今日も皆様にとって最高楽しい幸せな一日となりますように。ありがとうございました。